さあ、キラ星、私たちのコワーキングオフィス到着しました。するとですね、キラ星のボスが一人で屋根の雪下ろしをしております。母ちゃん大変です。手伝いましょう。それでは初めて屋根の上に登っての雪下ろし挑戦してみたいと思います。46歳、生まれて初めての雪下ろし。うわー、怖い。危ないから気をつけてください。端っこに立つと危ないよ。怖いよ。端っこ行くと落ちるので、30センチか40センチぐらい残しておいてください。でもどうですか、この景色は。うん、そうだね、マンションからの景色で十分かな。そっか。率直な感想ありがとうございます。気をつけて取り組みたいと思います。はい、お願いいたします。よし。さあ、今日はですね、倉庫ですか、ここは。倉庫です。倉庫の屋根の雪を下ろしたいと思います。高さにして約3メートルと、雪が積もってるから3メートルなわけで、実際には6メートルぐらいの高さのところで作業してます。初めて来た日が1メーター50センチぐらい積もってた雪だから、半分は落ちてると。これでも一旦全部下ろしたんですよ。これでね。そう、一旦全部地元のお父さんたちが、はい、見るに見かねて、手伝ってやるすけ、落としてくれたんだけど、うん、また積もっちゃいました。もうすでに80センチ。まあ、いったね、これが雪国。もうすでにこの小屋は屋根が少し壊れています、雪のもみで。さあ、では早速やってみましょう。怖い。皆さんは熊式をご存知ですか。こいつのパワーは半端ない。スコップの約4倍、ひとかき。本当だ、うん、あっという間に除雪作業が始まります。おすすめ、雪国のマストアイテム、クマ式。プラスチックの安いものとか使っちゃダメです。クマ式、よろしく。だいたい屋根の雪下ろし完了しました。20センチぐらい残してあるのは、トタンが出てくるとつるんって滑っちゃうので、踏み場ね、足場を残すためにあえて20センチぐらいは残す方がいいらしいです。というわけで、さあ、母ちゃんと二人でやりきりました。小屋の上の除雪、除雪は必ず二人で行うこと、 NHK が言ってた。いやー、気持ちいいね、これだけなくなると。以上、湯沢の人生初屋根の雪下ろし体験コーナーでした。 Dude, that father is 10 men per